皆さんこんにちは、コージです。クリスマスをいかがお過ごしでしょうか。昨日ですね、スーパーに来まして、このマドレットの台紙をちょっといただきました。で、 JP マドレットとしては、ちょっとヨーロッパとは違う、マーケティングをしているんですけど、こういうあの台紙がぶら下がってますけどね、これは JP スタイルのマジョレットですけど、こんなラインナップでやってますけど、これですね、先日あのスカイウェブさんがピックアップしたトラックで、これが以前私がピックアップしたトラックで、このコントラクションはあまりないんですよね、なぜか。あと人気車種っていうのも限られてて、どんどんなくなっちゃうので、見つけて気に入ったのがあれば即買いですね。で、パッケージスタイルとしては、あの今年50周年、今年50周年なんですけど、これがあのオールドスタイルのパッケージなんですけど、ダイキャストと、あとこれガムですね、ここか、こういう感じで販売されてましたね。この台がね、あのスタンドになってるんですね、この車のスタンドに、ディスプレイスタンドになってるんですけど、これがね結構良かったんですよね。僕はこういうところは気が利きますね。ここがスタンドになってるんですね。これはとても便利でした。あと、これが50周年のパッケージですね。これが50周年のパッケージ。これはもうスタンドにはなっていない。スタンドにはなっていないんですけど、セルフスタンド。普通ですとこれ倒れるじゃないですか。倒れるというか、こう、縦じゃなくて、これはこういう風にスタンドにするんですけど、ニューパッケージの方は自立スタンドですね。あと、これにこう、飾れるようになってます。ここにあの、タイヤが入るように溝が掘ってあるんですけど、ここは憎いですね。ね、おもてなしみたいな感じですけど、ね、ここにこう、はまるようになってます。ここは憎いですよ、フレンチは。はい。こういうところにも、面白さがあります。で、クリスさんからいただいたのは、これヨーロッパのパッケージなんですけど、これが本当のパッケージですね。オースですね。これ僕大事に取ってるんですけど、これはここにこう、スタンドではないんだけど、上がるのかな、こういうのでもいいのかな、こんな感じでもいいかな。はい。それで、あのマジョレットの中でおすすめの車種はですね、ちょっと見えますか、このドアがとってもね、いいドアなんです。これ買ってみてみてください。あのここで言うと面白くないので、このギミックがすごい。それとあとこれですね、僕のやつはブルーですけど、これも結構良かったですね。それとあと野心的な車種、これルノーメガーヌトロフィー、はい。あとグッドキャスティングなのがロードスターですね、 BMW ロードスター。それとあのミニカーの塗装っていうか、キャスティングがすごく綺麗、際立って綺麗だったのこれですね、ビューティフルキャスティングなのはシトロエン DS4。 この横サイドから見ていただければ、あの非常にトミカリミテッドスタイル、かなりいいですね。あとですね、もし GTR のグリーンがないんですよね。グリーン、オレンジはよく見るんですけど、グリーンはね本当にプレミアムですね。これはあの見つけたら絶対買った方がいいのがグリーン、で、マットペイントで、トミカとはちょっと違う感じで、ものすごいこう力の入ったキャスティングなどでおすすめします。あ、ここにあるね、 GTR、 これはよくあるんだけど、こっちがないんだよね、グリーンがね。グリーンはレアですね。はい。それからあの古いマジョレットのカタログがこういう感じでありますけど、マジョレットの中で僕のフェイバリースタイルは、どれにしましょうかな。まあ先日の
レンジローバーのイボークと、これは綺麗ですね。それに、ルノートラフィック、これはいいです。あのドアがね、すごくアバヤとは関係ない、あのトミカのような感じで販売してた時代のマジョレットと、マジョキットっていうのがあるんですけどね、こういうキットがあるんですね。あとこれは70年代のセブンティーンエラータイムのカタログですけど、これマジョレットでした。はい、今年1年ご視聴ありがとうございました。また来年出てくる予定ですけども、もしこんなものでも良ければ見に行かれ楽しんでください。それでは良いお年を。メリークリスマス。 Thank you always support for me all awesome friends. Thanks. Bye bye. Good night.